所のトマです。今回なんですけれども、こちらデロンギマグニフィカ S を紹介させていただきます。一応こちらがですね、コンパクト全自動エスプレッソマシンということで、もうがっつり家庭用のエスプレッソマシンになります。マシン紹介は初めてじゃない？確かに。こんな大きいやつは初めてなんですけど、まあまあ大きいと言ってもお店で使えるレベルのエスプレッソマシンではないんですよね。あくまで家庭用の全自動エスプレッソマシンです。まあ、以前紹介させていただいたバルミューダさんのザ・ブリュー、まあ、これも話題になったやつですよね。まあ、これは簡単に言うとですね、全自動エスプレッソマシンではなくってドリップマシンです。ハンドドリップをしてくれるようなタイプですね。まあ、ここ大きく違うので、この点だけちょっと先に押さえておいていただきたいなと思います。まあ、なので大きく分けて2つの抽出方法があって、まあ、こっちはハンドドリップするようなドリップタイプで、こちらがエスプレッソタイプですね。ただちょっとこだわられてるコーヒー屋さんでエスプレッソ飲んだことがある方にとっては、これほんまにエスプレッソかっていう感じになると思います。なのでイメージとして、このドリップマシンと業務用のエスプレッソマシンのちょっと間か、ちょっとエスプレッソ寄りぐらいで思っていただいたらいいかなと思います。まあ、それがどういうことかというのはゆっくりと説明していくんですけれども、まずはこちらのデロンギマグニフィカ S の仕様であったりデザインのところを見ていきたいと思います。では行きましょう。はい、では機能とデザインの方を見ていきましょう。まずはこちら電源ボタンですね。でこちらのボタンが1杯抽出ボタンです。これでだいたい 40ml ぐらい出るそうです。でこちらが2杯抽出ボタンになるので、さっきの 40ml のエスプレッソが2杯分出ますね。でこちらの1杯抽出ボタンがちょっと多めの 120ml エスプレッソが抽出されます。でこちらが多めの2杯抽出ボタンなので、合計で 240ml 抽出されます。でこのボタンは内部洗浄のボタンになるので、洗浄したい時に押すだけで簡単に洗浄できるということですね。でこの下のちょっと大きなカップのマークなんですけど、これがカフェジャポネーゼのボタンです。ちょっとドリップに寄せた抽出方法になるらしいですね。なのでこの辺よりもちょっと量は多くってドリップ寄りの味わいになるそうです。でこちらがスチームボタン、これはミルクをスチーミングするときに使用します。まあ後ほど詳しく説明していきたいと思います。でこの真ん中にあるのが、これが挽く粉の量ですね。毎回使用する豆の量をダイヤルで調節するという形になってますね。でこちらのレバーは回していただくとお湯が出ます。はい、まあ、すぐに沸いたお湯が出てくるので、コーヒーちょっと濃すぎるなと思った時にこのお湯使っていただいたら、まあ、ちょっと薄めることができるという感じですね。で、まあ、さっきのスチームボタンと合わせて使うんですけど、スチームミルクを作る時にスチームノズルとしても使用することができます。これちょっと後ほど説明していきたいと思います。でこのボタンで抽出した後は、まあ、コーヒーの粉が溜まっていくので、溜まってきたらランプがつくんですよね。そのランプがついた段階でこういう風にここに粉が溜まるので、これを時々捨ててあげるという形になりますね。で続きまして、ホッパー見ていきましょう。ちょっともう豆入れちゃってるんですけれども、ホッパーのここに引き目を調節できるダイヤルがついてます。ちょっと今一番細かめにしてるんですけど、細かめでもエスプレッソにしてはちょっと粗いぐらいなので、割といいコーヒー豆とかは細かめでいいんじゃないかなと思います。ちょっと渋みが気になるとかあれば、粗めに引いてあげてドリップコーヒー寄りの味にしてあげるっていう、そんな感じのイメージで抽出してもらったらいいかなと思います。はい、でちなみにこれ粉も使えるんですよ。あ、そうなの。ここに粉を入れるとこあるんですけど、豆なくって粉しかないっていう方はこちらから粉でも抽出できると、まあ、せっかく豆から引けるんで、せっかくだったら豆から皆さん引きましょう。で、あとここに水を入れておけば何回も抽出できるという感じですね。まあ、結構量入るんで、1回マックスまで入れたら何倍いけるんやろ。結構な量いけると思います。では基本的な機能はこの辺で置いといてですね、この5種類の抽出方法があるんで、この5種類のボタンを全て抽出してみて、その味をね、飲み比べしていこうと思います。で最後にちょっとラテを1杯作って終わりにしようかなと思いますので、最後までぜひ見てください。では、行きましょう。
抽出終えまして一旦飲み比べをしてみました。まあ、ずらっと5種類の抽出ボタンを試してみたんですけど、普通にブラックコーヒーとして飲むならバランス取れてるのはこちらのボタンとカフェジャポネーゼのボタンでした。まあ、なんかちょっとドリップ寄りというか、なんか他のところはまあ浅入りっていうのもあると思うんですけど、酸味が立ちすぎてしまってたりとか味わいのバランスに欠けるなというところがあったんで、まあ、なんかバランス良かったのはこの2つかなと思います。で、なんかこの多め抽出の2杯分はむっちゃ薄いし、なんかちょっと雑味も感じたんですよ。そうなんだ。時間かけすぎちゃってなんか嫌な感じが出ちゃってる感がある。これだと抽出に時間がかかりすぎてるんですよ。どういうことかというと、エスプレッソってその圧をかけながら高温で抽出することによって短い時間で一気に抽出することはできるんですけど、逆に言うと時間かけすぎると嫌な成分がむちゃくちゃ出ちゃうんですよ。もうだからそれの味になってます。これは量飲みたい方はこのカフェジャポネーゼボタンを押すとか、多め抽出を2回押すとかしていただいたら一番バランス取れるかなと思います。まあ、これはこれでエスプレッソっぽくで美味しいんですけど、この少ない量の1杯分の抽出っていうのが、まあ、設定によるんですけど 6g から 10g ぐらい使えるんですけど、だいたい 40ml ぐらい出るらしい。なので業務用のエスプレッソマシンとかだったらだいたい 20g 使って 40ml 前後出すので、業務用のエスプレッソマシンからしたら1杯に対して使う豆の量っていうのがちょっと少なめですね。なのでこの濃いエスプレッソの1杯抽出の液体にお湯を普通にこう足してあげても結構バランス良くなると思います。若干ね、もしかしたら質感がこの辺に比べると良くないかもしれないですけど、味わいのバランス的には結構まとまるんじゃないかな。この1杯分だとちょっと濃いすぎるのでお湯を足してあげると、うん、うん、これ一番美味しくなった。あ、そうなんだ、うん、要するにアメリカーノっていうやつ。そうですね、アメリカーノになると思います。アメリカーノというのがエスプレッソにお湯を足したりとか氷水を足したりするものなんですけど、まあその状態にしてあげた方が美味しいんですよね。エスプレッソってずっと粉にお湯を通した状態でこれぐらい長く抽出するとやっぱりこう雑味であったりとか渋みっていうのが目立ってきてしまうので、僕のおすすめはこういう少ない量のエスプレッソをお湯で割ることですね。もしくは氷水で割る。注ぐことによってその渋さとか雑味が抑えつつも濃い液体を飲むことができるので、まあおすすめですね。お湯足したとしてもまあ量は少ないんですけど、ね、まあこれ入り加減とかにもよって変わるので、今回浅入りで試したらそんな感じでしたね。では最後にこちらのラテ用のスチームを試してみたいと思います。果たしてこれでラテアートを描けるんでしょうか。なんかどうなん、家庭用でもラテアートってできるもの。まあマシンによると思います。できるやつはできるんですけど。そうなん。あとこれ改造してラテアートをしやすくするとかね、まあいろいろあると思うんですけど、このスチームのところを最後ちょっと見ていこうかなと思います。ではスチームしていきましょう。泡はこんな感じですね。ちょっと振ってあげると粗い泡が混ざるんですけど、それでもまあ結構ふわふわな泡になっちゃいますね。こんな感じです。ちょっと捨てていただいてもいいですけどね。パワーがやっぱないんで、その分やっぱミルクが回転しないんですよね。なのできめ細やかな泡にうまく混ざらないんですよ。表面だけ泡立てるような感じですね。はい、多分かかれへんと思うけど、いきましょう。泡取りすぎたな失敗だ。はい、こんな感じです。かける人はかけるんかな、わからんけど気になるお味の方いただきたいと思います。あーでも美味しい美味しい。あ、いけるね。美味しいですね。味わい的にはカフェラテの味わいですよね。まあでもちょっとスチームもうちょっと綺麗にしたいね、なんとかして。はいはいはい。
ということで、次回はこのデロンギマグニフィカ S を使って美味しいカフェラテを作る裏技を紹介したいと思います。というか、あるものを使って美味しいカフェラテを作ってラテアートまでしていこうかなと思います。まあ、そのとある器具を紹介しますので、よかったら皆さん次回も見てください。こちらのマグニフィカ S ね、気になる方は概要欄の方から見ていただきますので、ぜひチェックしてみてください。コーヒー好きが集まる LINE のオープンチャットや、コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter などもしております。そちらもよろしければご確認ください。今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。